たせしました。こんばんは。え、もう出るんかな出るんかなって言って確かに出るっぽいって出てきました。ありがとうございます。初めまして。なんでみんなまず、あ、そっか、自己紹介からしましょうか。はじ、いはい、めまして、あと佐伯若と申します。はい、さなえありがとう。さなえです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでみんなそんな真ん中いないんですか。ね、ちょっと前の方に見ていただけると。いや、でも始まりましたね。始まることができましたね。まず、そう、それそれそれ、そうそう。ありがとうございます。本当にいろいろあったんですよ。なんか第1回がいつでしたっけ。11月28日。いろいろあって、もう本当に罰ゲームもあって、うん、YouTube もあって、うん、でなんかミッション企画があって、第2回がもうできるかどうかっていうミッションがありまして、もう罰ゲーム見てくれました。あ、見ました、見てくれました皆さん。見た人、あ、見てくれてる。本当、見てない人一人いる。目あった。俺しかおらんやん。ありがとうございます。罰ゲームでちょっとさね、かよねーのトラウマがなんかツイッター流れてくるたびに、あの、嘘で怒ってくれたんですけど、なんかもう怖い、かよねー怖いです。トラウマやってしまってるじゃないですか。はい、でももう本当にいろんなことがあって、やっとね、そう、やっと2回目ありがとうございました。いろんなフォロワー100人企画とかたくさんある中で、うん、嬉しい限りで、はい、ね、なんと今日はね、芸人スペシャル。皆さん、だからそう、しかないんですよ。あの、みんな今みたいに、あの、拍手とかでリアクションしてくださいね。ちゃんと。本当ですよ。いや、みんな緊張してるから、あの、みんなが手叩いたりとか、ね、あの、笑ったりして。こういうライブ以外のことは初めての方もいらっしゃるので。そうですね。はい、本当に楽しみに。あ、ワロップ、こういうところが初めての人。そうなんですね。楽しみにしていただけるとなって思います。お笑い好きな人いますか。ね、拍手拍手。拍手だ。なんか音出そう、音。ありがとうございます。CM 明けはね、いよいよね、はい。はい。そうですね。なんだったっけ。あ、CM 明けは早速芸人さんに登場してもらいましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらのね、ライトニングレッドを着てます町田です。よろしくお願いします。僕はですね、マリッジブルー、スカイブルー、スウェアナイブルー、イブキです。よろしくお願いします。僕はですね、スーパーライトニング、ギャラクシーオブ、レッドオブ、ファイヤーレッドオブ、リーフグリーン&レッドオブ、スーパーウケリー。待て待て、投げんだよお前。なんやお前、お前俺より上行くなお前。お前が下行ってんだよ。なんやそれお前。ないよお前。ないよお前。なんだよお前。なんだよお前。なんだよお前。カスタネット。カスタネットを表現してみました。無限のハーモニー届けますよ。届けちゃいますからね。届きました。まあ、はいっていう声が聞こえたか聞こえてないかわかんないから、じゃあこれはですね、はいはい、ゾウさんぐらい耳を大きくしましょう。そうですね、せーの、耳だんぼー。ふむふむふむ。あー、そんなことよりお前らなんかトイレの看板みたいな服着て漫才やってんのかポッてやってんのか意味わかんないからお前ら帰れよって。まあそういう顔してますから、なんかさ、もうそんなやつはゲラウェイ、帰れ。失礼やろ、お前のゲラウェイは。帰され。すいませんね、こっから僕一人でやらせてもらいたいと思うんですけどね。僕ね、よく似ている芸能人いるよなんて言われたりするんですよ。ただいま。お帰り。お風呂にする、ご飯にする、悟空にする、悟空、オッケー。よくね、よくね、似ている芸能人いるとか言われるんですけど、誰に似てると思います。生田斗真。終わっちゃったよお前。早いなお前。町田は悪い子、町田は悪い子。暴れるなお前、この舞台をいっぱい使うなお前。はいはい、じゃあ言いたいの、生田斗真。まあそう、僕ね、あの、ジャニーズの生田斗真似てるなんて、まあ言われたりするんですよ。まあ自負してるんですけどね僕。え、
あのジャニーズの？ジャニーズのよ、お前。生田斗真？生田斗真や、お前。似てない、似てない。似てない。生田斗真に似てるなんて、ありえない。ありえない。ありえない？いや、ありえるでしょ。出たー、洗剤の CM のやつでしょ。見てこれ、ほうれい線すごい生田斗真ね、これね。なんだよ、ホームベースちゃうで、お前。バカ、へい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 、騒ぎますよ。さあさあ、もらうタイミングは自分たちで見つけてください。お願いいたしますね。ねえ、まあ、つかみはこれぐらいにして、うん、しっかり芸人らしくネタ始めましょう。今日のネタはコンビニです。いやいやいや、お前こんだけ俺たちの個性感を爆発させたネタをやって、普通のネタをやってもお客さんは取り込めないから、まあ、普通の俺はこの5文字を言わせていただきたい。もえは See you again。 あざした。楽しみだな。オレンジもたくさん買ったし。おっと、あ、すいません、ぶつかってしまって。あ、すいませんね。大丈夫です、大丈夫です、行っちゃってください。あ、痛い痛い、不注意だね、もう本当に良くないわ、本当に。よし、あれ、ちょっと待てよ、一個足んねえな。俺の唇どっか行ってんな。俺の唇どっか行ってんな。俺、なんだ、あれ、あ、ぶつかった時だ。ぶつかった時にどっか行っちゃったんだ。ちょっと探してみましょう。ちょっと探しましょうね。どこにあるのかしら。ありましたよ、ちょっと。ここですね。あ、これです、これです。ありがとうございます。はい、これが僕の唇です。いや、俺、これ唇、俺のじゃなくて。森進一のモノマネをしている時のコロッケさんの唇じゃないか。なんでこんなものが落ちてるんだ。もうややこしいな、これじゃないな。あ、すいません、ここにありました、すいませんね。あ、これですね、しっくりきました、この唇です、これですね。はい、いや、ちょっと待って、これ俺の唇じゃなくて、変顔をやるときに誰しもが手をつける唇じゃないか。これじゃないぞ、俺の唇は。ちょっと待ってくれよ、絶対どっかに俺の唇があるはずだ。すいません、すぐ森進一さんの横でありました。すいませんね、ここでしたね。よし、うっ、あ、これでしっくりきました。いや、これ俺の唇じゃなくて三河健一さんの唇、眉毛付きじゃないか。ちょっと待ってくれ、こんなんじゃ俺次のパーティー行けねえぞ、これどうしたらいいんだ。あー、どうしようかな、もうちょっと探してみよう。ちょっと探してみましょうね。オレンジと一緒に入れてましたわ、すいません。これちょっと入れます。あ、これこそね、完全に僕の唇です。いや、ブスだな。どうもありがとうございました。そんだけ大きい人間に見えたってことで、ありがたいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はじめまして、アゲインと言います。よろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。はい、いいですね。ありがとうございます。ケイタとノリでアゲインと言います。はい、そうです。私、ケイタって言うんですけども、はいはい、最近すごい発見をしたんですよ。すごい発見、何を、気になる。日本ってアニメ大国でしょ。ああ、そうだね、面白いアニメの作品いっぱいあるからね。そうなのよ。そのね、アニメのタイトルから一文字抜くと、元のアニメのイメージがなくなるのよ。アニメのタイトルから一文字抜くだけで元のアニメのイメージなくなる。そうそう、これすごいよ。一文字ぐらいじゃ変わんないって。いや、じゃあ例えば、うん、隣のトトロありますよね。大好きよ。ね、うん、その隣のトトロから一文字抜くと隣のトロ、うん、まあまあまあ、なんか寿司屋感強くなったな。でしょ。あ、確かにあののどかな風景に寿司屋の雰囲気は確かに合わないわね。あ、まあ他なんかある。他、あ、ちびまる子ちゃんあるでしょ。大好きよ、ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃんから一文字抜くとちびるこちゃん。ちょっとおしっこ漏らしてな。
いや知ってるお前、ちびまる子ちゃんの通常回でもおしっこ漏らすだけの回がある。おそう、ちびる子ちゃんもうダダ漏れだから。そうなんだ、これ大丈夫なんだそれでしょ、うん、ルール分かった、ルールは分かった、分かりました、うん、他なんかも。じゃあどんどん行きますよ、どんどん行こう。忍者羽鳥くん、絶対アナウンサーやめただろ羽鳥さん忍者になったんだろ、うん、あんなテレビ出てる人急に忍んだってなっちゃうわ。他はマジの宅急便佐川か大和だろマジなやつはほうきまたがって絶対配達なんかしないんだよ。他はテニスのおじさま松岡修造じゃないテニスのおじさまって言われたらみんな松岡修造さんかなって思っちゃうから。親戚エヴァンゲリオン、血筋いかれてるよ。親戚にロボいたら先祖恨むから俺。名探偵なん、聞くなよ信じてやれよ、あんだけ事件解決してたら本物なんだよ。くれよしんちゃん、あげないよ。なんでお前にしんちゃんあげなきゃいけないんだよ。アルプスの少女、はい、違うやつあげてるよ。しんちゃんだっつってんのにアルプスの少女あげちゃってるから、うん、てかさ、そもそも人をあげるって悪いことなの？こんな悪いことするやつ誰よ。マノプーさん、絶対そいつだろこのタイミングでマノプーさん出てきたら何なんだよこれねえ、皆さんもぜひ一文字抜けてみて、抜いてみて。なんて言ったんだよオチいい加減にしろ、いや、本当にいい加減にしろどうもありがとうございました、ありがとうございました。ツボにはまった時の笑い方まで一気にきます。うん、そうね。そうね。そうか。拍手をください。続きまして、カウントダウン TV の CG キャラが曲紹介をする雰囲気っていうのをやります。はい、カウントダウン TV の歌番組ですね。CG キャラいきます。カウントダウン TV。わーお！続いてはカウントダウンライブラリー。今日のゲストはバックナンバーの皆さんが新曲を披露してくれるよ。その素敵な歌声に注目だわ。それでは、カウントダウン！拍手をください。今何分ですか？もう終わってます？まだやってます？もう終わってますね。じゃあ好きにやっていいんですね、もうね。ダイエー！もうじゃあ、もう一回しましょう。セットチェンジ。セットチェンジはない。いやー、皆さん、寝た時間があると聞いて出てきたけど、ほとんどありませんでした。しょうがない。いいでしょう。ありがとうございます。今 CM 中なんでね。はい、あと9。よいしょー、あ、まだ C ね。いやー、誰ですか、急に今出てきた人。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、カウントダウン TV の CG キャラをね、見てない程度もう一回やります。じゃあ、カウントダウン TV。わーお、続いてはミュージックライブラリーだよ。恋人にしたいナンバーワンランキングも出てくるから楽しみだよ。広瀬香美さんの8年連続1位がかかってるわ。それではカウントダウン。いやいやいや、終わりまーす。おへそりないでー。だ、誰か出てこないんですか？僕喋る感じですか？皆さんどうぞーっていう感じですか？はい、行きましょう。はい、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。まだ、あ、そうですね、ありがとうございます。そうです、いらっしゃいませ。いらっしゃいませどうぞどうぞ。コーナー始まりました。はい、はい、皆さん拍手でお願いします。よいしょー。いやー、ここです。はい、ちょっと待って、僕今流れてました？え、俺どこまで僕今流れてました？今誰ですか？流れてました。 OK、 よかったです時間がないんで途中で切れると思いますって言われてください
みんなが長いからお気遣いいただいてありがとうございます。長いからすいません、ありがとうございました。あ、皆さん、あの、はい、すいません、あいつ誰だってなってません。マイクはシッターンでお願いします。のりさん、マイク持ってきてください。一番大事。はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。まだまだ緊張してますか。え、おいでよ、りょういちさん。もうちょっと前行きましょう。パパも、パパ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 パ、誰が緊張してるんですか。いや、今オンエア中です。オンエア中、オンエアしてるんですか。オンエアしてる。オンエアしてます、今回ってます。今回ってます。みんな指定席なんですか。指定席なんですか、それ。はい、回ってます。はい、皆さん、自由な番組なんで、自由な番組。オンエアされてる状態で、こんだけごちゃごちゃすると、はい、もう終わってます。はい、すいません。ということで、さなえさん、じゃあ、お願いします。はい、ここからは何なんですか。ここからは、2つ目、自己紹介と、今ネタだけしていただいたんですけども、自己紹介をしていただきたいと思います。その前に、あ、のりさん、あの、はい、私の横でこんな私自由にやっちゃうので、今日は強い助っ人を来ていただいてます。そうです。はい。私、さなえさんの助っ人ということで、クロマティ以来の助っ人として頑張らさせていただきます。アゲインののりと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。クロマティぐらい活躍できるかな。今日だけで何とかさせてみせましょう。ありがとうございます。バーフィールドだったら怒るぞ。バーフィールドだったらホームラン打ちましょう。その前にのりとどうした。袖どっかに忘れたの。いや、この長さなんだよ。映ってないから。映ってないから今。映してない。あ、そっか、そっか。そういうやつなの。いうやつなんです、それは。いいな、そのコンビ芸。いや、今びっくりしました。いや、遅い遅い遅い。さあ、ということで、はい、まず、まあ、僕自己紹介しましたけども、せっかくなんでこちらにいらっしゃる皆さんに、はい、自己紹介をしていただこうということでございますね。はい、はい、じゃあまず、どなたからいきます。じゃあ、サネから、サネがいきます。はい、気になる方は真っ青の人。真っ青の人だけ。だけ真っ青がいらない。真っ青の人だけ。そうだ、あの、一番端に、あの、蝶ネクタイとか真っ青がいるんですけど。かぶってますから。私、顔が真っ青です。顔が真っ青。渋滞してるわ。さあ、じゃあ顔が真っ青。もうご飯がじゃない。じゃあ、まずネタやっていただいた出番順で。そうですね。はい、いいですか。はい、ごめんなさい。ネタやっていただいた出番順に、じゃあ自己紹介していただきましょう。改めて、はい、お願いします。前いきます。前、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 はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらね、改めまして、お笑いコンビ無限という名前でやらせてもらってるんですけど、まあ先ほど言いましたね、まあイケメンでやらせてもらってるんですけど、生田斗真と、まあ生田斗真、似てるかな。生田斗真、生田斗真ね、似てますよね、これね。似てると思いません。どうですかね。どうです、生田斗真に似てるって結構言われるんですけど。なんか生田斗真を5時間煮込んだらその顔が。お袋の味が出ます。はい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 。何年目なんですか。何年目なんですか。僕らまだ芸歴1年目。あ、1年目。フレッシュ、フレッシュ。めっちゃフレッシュなんですけど、色は全然フレッシュじゃないですけどね。赤太郎です。フレッシュやろ。フレッシュじゃん。フレッシュですよね。なるほど。はい、でこれせっかくなんで個人名も言っといた方がいいんじゃないですか。あ、個人名でちょっと、はい、あ、じゃあ僕の方がブルーなんですけども、はい、ブルーが伊吹俊太郎っていう、もうこの芸能界で活躍できる名前してますんで、伊吹、うん、ちゃんやらシャンシャンとか呼んでもらって1個にしようよ。若手だからグイグイいっちゃうんです。いや、1個にしよう。1個にしよう。じゃあシャンシャンでお願いします。そっち。シャンシャン。オッケー、シャンシャンね。そして、優しい、優しい。そして、そして僕が町田雄一と言いまして、はい、21歳でございます。うん、町田くん。はい、もう町田くんは町田くんでいい。早くないですか。いやいや、だってシャンシャンと町田くんってことでしょ。俺はいいで、お前どうすんの。あと思ってる以上に無限さんだけで時間取れないんですよ。そう、申し訳ない、尺がね。私まで来ます、大丈夫。そうなんですよ、だから今巻いてるんですよ。わかりました、赤の方だけでも覚えて帰ってください。どっち、シャンシャンと町田くんね。 OK、 お二人で無限さんです。お願いします。さあ、じゃあ続いてプチマッソ。はい、こんにちは。吉本から来ました、海江太と申します。お願いします。ピン芸人。はい、カイ君はね、アゲインよくライブ一緒になってましたからね。そうなんですよ、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます、はい、私初めましてですね。ありがとうございます。面白いです。個人名も覚えて帰ってください。いや、カイユータなんだから。カイユータです。個人名だろ。お願いします。そんなもんは生田斗真と同じ。全然違うよ。パーツの、ありえるな、顔のパーツの数は生田斗真。それみんなそうだから。覚えて帰ってください。みんなそうなの。はい、それどう思います。なんかこの夏やりたいこととかありますか。いや、何の話。せめてこっちが振るだろ。この夏やりたいことありますわ。
なんか僕あれっすよね、大江豊かくん似てません？いやいや似てるよ、演歌歌手の北島三郎さんと同じ事務所ね。似てると思います。似てますよね。めちゃくちゃ似てるよ。じゃあ今年それでいきます。大江豊か芸人で、はい、今日限りでそれでいきます。いや行こう、はい、お大江さんよろしくお願いします、はい、大江豊かでいきます。お願いします。よろしくお願いします。さあそして相方ですよ僕の。そうですね、はい、僕ら2人でアゲインと申します、はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、なんすか今年の夏はかき氷食べて。聞かれてないだろお前。聞かれてないね。あ違います、考えたんですけど、そうですか、うん、考えた割にはかき氷って、はい、もっとあっただろう。そうですね、はい、はい、ぜひ、はいはい、元気よく頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあそして山根さん、あの僕らが巻いたらですね2分もあります。あーいいですよ。いやいや ちょっと待ってください。逆に緊張するわ。もう僕らからしたらね、もらえるお世話になってる兄さん、ダコス山手です、はい、よろしくお願いします。山ちゃんでよかったらお願いします。ありがとうございます。いいですね、お客さん、ありがとうございます。そうです、お客さんです。名前がちょっと存じ上げないのでごめんなさい。そうですね、そうですね、靴のサイズは26です。聞いてないですよ。なるほど、聞いてないです。マジか。靴のサイズ、ちょっと僕はね、モノマネを。そうですね、なんかネタの中でできなかったモノマネとかなんかあったりするんですか？いや、もう精一杯です。そんなわけないでしょ。そんなわけないじゃん。いや、精一杯です。でも、サナエさんはとはなんかライブでなんかご一緒、はい、一緒に、そう、ここ MC で、ね、見に来てくれた方、ね、そうなんですね、はい、あじゃあ見たことあります。よかった。じゃあコンビネーション良かったですかその時。良かったですね、はい、そうだからなんか投げやりな言い方じゃないですか。なんかあんま覚えてないですよ、はい、ありがたいですね。あとそんな簡単に喋っていいもんじゃないですか。放送で勝手に入ってきちゃダメ。そうですね、自由だから。皆さん辛くなったら横になってくださいね。横になってみてください。みんな喋ってください、喋ってください。でもねありがたい、こういう風にね、なかなか先輩と絡ませていただくこともないので。そうだって1年目とかね、あなたたち貴重よこれ。無限さんからしたら大先輩ですか。だって私2001年デビューですから。2001年、生まれてないですよ。生まれてない、生まれてない、生まれてないです。生まれてない。嘘です。さゆきさんは嘘です。嘘つきやがって。嘘です。広がるか、あのボロ、あの広がりそうだな。ボケたかったんですよ。ボケたかった。何歳なんだじゃあ実際は。26です。普通に言っちゃったよ。OK。 それがボケかもわかんねえし。いいですよ。皆様なかなか貴重な回ですよこれは。そうですそうです、はい、いいですよ、ね、いいですよ、皆さん、ね、それぞれの楽しみ方で。だから山根さんも今日はもうちょっと僕はね後輩ですけど、なんかいろいろこう突っ込んじゃうこともあると思いますけど、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。なかなかもう18年もやると時間がなくなりますって言われてないんで。山根さんだってずっと時間気にしながら職間だから、あと35秒で CM 行きますから。ありがたい、ありがたい。じゃあ今じゃあ軽くモノマネしました。そしたらモノマネしますよ。モノマネ何よ、何何何、ババ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 ブー、馬じゃないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっとやり方教えて。やり方じゃない。やり方とかないないの。やり方ない、やり方ないよ。ここ並んでればいいですか。ここ並んでればいい。大丈夫です、並ばなくて。さあということで、ここから、芸人さん皆さん挟んでコーナーやっていくんですよね、この後。はい、次はサナエの今日初めて話すエロ話です。1つ目のコーナーに早速参りましょう。1つ目何でしょう。はい、芸人なら 見破りなさい、サナエの本当のエロエピソードは誰だ。よいしょー。何ですか。よいしょ。なるほど。よいしょ。カンダルも可愛いから OK です。いいですね。なかなか、なかなかないですね。じーっと見ながら噛む人ないですよ。さあここからはですね、はい、今からサナエさんに、3つのコスプレグッズを、はい、あげていただき、サナエさんが着て、実際にそのコスプレグッズを着て、はい、めちゃくちゃ興奮した衣装はどれかというものを当てていただこうというものでございます。だからそれはサナエさん自身が興奮したってことですよね。そうです。あで、うん、まあ、今から3つ出るんですが、はい、この3つ出た後にですね、ゲストの皆さんから質問が出していただいて全然構いません、はい、ただその質問ははいかいいえで答えれる質問をしていただこうと思います、はいはいはい、でこの点数、これ当たった人、この点数が後々の大喜利とかにも加算されて、今日の罰ゲームの人決まっちゃうんで。なるほど、はい、今日罰ゲームがあるということで、はい、なるほど。じゃあ早速その3つの、コスプレグッズあげていただきましょう。ちょ、僕も答え知らないんですよ。あ、なるほど、はい、何があるのかも分かりません。まず、はい、あ、じゃあこれ全部私が着た手ですね、はい、興奮したやつ、はい、まず、はい、ナースです。あ、見えるかな。なるほど、はい、ナース、まあコスプレといえばナース行きましょう、はい、あ、ありがとうございます。いいですよ。で、次が、はい、SM のお嬢様、お嬢様じゃ、女王様、はい、SM 部長、なるほど、SM、はい、スピーツやん、はい、次が、クルグシがいいね、OL 制服。なるほど、
この3つの中で実際にさなえさんが着用して自分が興奮したものがあります。なるほどね。だから今から時間の許す限り質問できますので、はい、はい、山出さん、そのナースは泌尿器科ですか？これはどうですか？はい、おーなるほど、泌尿器科。はい、カイ君、真ん中のは、はい、アンダーアーマー製です。大事よ、大事よ、いいですよ、はい、かいいですよ、はい、はい、はい、です。なるほど、はい、ね、いい、はい、どんどん質問いきましょう、あと30秒しかないです、はい、ケイタ君、ご購入場所はドンキホーテでよろしいですか？あ、いいえ。おー、ということは本格的、はい、佐伯さん、あの、サイズ感こだわりたい、いくらぐらいでしたか？あー、なるほど、はいか、いいえです。あ、そっか、はいか、いいえです。はい、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 ケイタ君、はい、ちなみに、さなえさん、若菜ちゃんだったらどれがいいですか？私は真ん中が一番、なるほど、ムラムラときます。さあ、この CM 明けで答えを当てていただきます。答えは CM の後。なるほど。さあ、ということで、さなえさんが実際に来て興奮したものの答えを皆さん書いていただきたいです。はい、書いとけばよかった。 OL か、どれだろう、 SM 女か。これもうちょっと質問いきます？あ、質問でもいいですよ。もうだってこれ罰ゲーム受けないとですよ、結構過酷ですよ。ちゃんとちゃんと答えた方がいいですよ。ちなみにこれ以外で、はい、さなえさん自分が好きなコスプレなんですか？はいか、いいえだって。そうです。はい、さゆきさん、はい、さゆきさん、これは何でもいいって言ったから、このコスプレをした時に付属品はありましたか？あ、こう、なるほど、付属品ありました。あった、ありました。はいか、いいえだって言ったの。これをこれを自分着た時に自分では似合うと思いました？あ、なるほど、思いました。あ、はい。はい、あ、 SM 城って、あの、城って城ですか？ SM 城っていうお城じゃないよ。それは思いつかなかった。ないよ、その手があったか。ないっすよ。はいか、いいえしか答えてくんないっすよね。はいか、いいえです。はい、じゃあ、はい、はい、ケイタさん、さなえさんは S ですね。これは大事っすよ、 S ですね。本当のこと言ったんですよ。本当のこと言ったんですよ。時間ないっすよ。もう皆さん書き始めてください。いいえ、はい、じゃあ最後のもうヒントあれ、じゃあ、え、XO ですか？何それ、どういうこと？それあなたでサイズの話、それあなたでサイズじゃないっすよ。え、何、ウイスキー？はい、もう答え書いてください。ナースか、ナースか、OL さんか、SM 女か。はい、さあ、答え書いてください。これ10ポイントかさんです。はい、正解した方には10ポイントでございます。さあ、でもこれあれですよね、さなえさんが本当に来たってことは、はい、着る機会があったってことですね。そうです。あ、言っちゃいそう。何の機会だろう。ハロウィンですか？違います。おー、いやでも男だ、なんとなく着そうですからね。ハロウィンじゃなくて着る。答え皆さん書きました？はい、自信あります。それではオープンしていただきましょう。答えオープン、どうぞ。ダダン、ナース、ナース、ナース、SMOL、ナース。ちょっとなんでナース、なんでナース右上なんですか？もっとあったでしょう。ちょっとあの、チーズ、こじんまりとかじゃ、あれ余白が自信がないんでちょっと端っこにかけてください。どんなことで、じゃあ、はい、もう、せっかくなんで、え、ナースとピってなんだよ。なんだよ、ナースとピって。勉強になるな。検証生活ね、検証生活。それでは、さなえさん、答えをオープン。はい、正解はナースです。ナースの皆さんは、ナースは前3人と後ろ海さんに、ナースビ、ナースビ、ナースビダメ。いや、海君ダメっすね。ということで、前3人に10ポイントです。この後に加算されます。はい、よし。さあ、ということで、クイズコーナーは以上ということで、続いてのコーナーはこちらです。何でしょう？はい、大喜利をやろう。よし、さあ、皆さんにはですね、今から時間の許す限り大喜利をやっていただきます。はい、ここ手元にですね、1から9まで数字が書かれたお題がありますので、はい、皆さんお好きな数字を言っていただいて、その出たお題に対して大喜利を答えていただくということでございます。そして、はい、ポイントなんですが、さなえさんが笑ったらポイントが10ポイント加算されるということなので、負けた方には罰ゲームがあるんですが、気になりました。もうなので、前3人は先ほどの10ポイントがもう有利に働いてることですね。ありがとうございます。はい、俺カイさん入ってないの？カイさんはナースピなんで、僕ナースピだ。はい、後ろ3人の方頑張っていただきたいと思います。しかもですね、罰ゲームはですね、はい、後日なんですよ。後日、はい、今日じゃないので持ち越すんですね。はい、後日、スケジュールを勝手にこっちが押さえさせていただきます。はい、
ゲームのスケジュールを、はい、一番罰ゲームだと思います。ちょっと待ってよ、誕生日だけはやめてよ。いや、わかんないですよ。わかんない。ちなみに誕生日罰ゲームのさせ方が有吉反省会と同じっす。急ぎね、急ぎね。ということなので、もう罰ゲーム受けないように皆さんは頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、じゃあもうせっかくなんで、ここから1から9まで選んでいただきましょう。はい、誰に選んでいきますか。いや、もうじゃあまず佐伯さんいきましょうよ。これは好きなアルコール度数で決めな。好きなアルコール度数25度。ネタねえよ。ねえんだよ。じゃあ1から9までありますよ。本当に1から9までちゃんと用意してるんで。じゃあ、はい、バスケやってたのでキャプテンマークの4、はい、4番ですね。じゃあ早苗さん、これお題言ってください。はい、はい、4番、ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。なるほど、皆さん、なるほどね、皆さん、エロ大喜利でした。それでエロ大喜利、エロ大喜利、エロ大喜利。ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。ノーブラノーパン。若さんどこ行ったの、若さん。佐伯さん、本当に酒取りに行ったのあの人。ノーブラノーパンですよ。はい。ヒント。ないですよ、大喜利に。大喜利にヒントなんかないんですよ。ノーブラノーパン、これは何なんですか。最近はね、最近はちょっと変身します。あの、最近じゃない人物が答えます、エロ用語は。あ、いいですね。そう、いや、妖精なので。なるほどね。ちょっと設定としてはもちろんエロ NG なんですよ。妖精かっこ26歳、エロ NG です。いやいや、もう声変えてないじゃん、こんなことやってんね。全然エロく、エロ NG なんです。いや、エロ NG がエロそうに言ってるから。はい、カイ君いきましょう。はい、ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。豆腐屋倒産。いい、いいじゃないですか。これはいいですよ。ちょっとなんか真面目に答えてきた。どうでしょう。はい、あの、OK です。10ポイント。難しい、マジで。これポイントはチェックしてくれてるんですよね。はい、ちょっと待って。さあ、どんどんいきましょう。はい、時間の許す限りなんでね、どんどんいきましょうよ。これ出ます。あ、ちなみに一問一答じゃないから、バンバン答えていいですかね。出なかったら、さあ、ノーブラノーパン出なかった。これ何ですか、早苗さんがやっぱこうちょっとエッチい感じなんですか。違う違う、多分ね、全く見たことないですからね、そんなね。あ、そういう姿はないんですか、早苗さんの。へー、じゃあ今日ちょっとエロ全開でいきましょう。これマネージャーさんいいんですか。オッケーなんか。はい、じゃあエロ全開でいきましょうよ。マネージャーだって早苗に、あの、このコンマル T シャツだった公式のマナーあるじゃないですか。はい、あれ早苗が来た時に、はい、なんか早苗が来て、ちょっと白だから透けるかもって見てみたら、ちょっと着てみてって言われて、着てみせたら、はい、あー透けるからダメとか言ったのに、うん、なんか裏では早苗にここなんかハート型にくり抜かれたやつ着せようとしてたらしい。エロいじゃん。自分がね、見たいんじゃない。マネージャーさんがエロいじゃん。さあ、我々のエピソードトークで穴埋めしました。どんどんいきましょう。ケータ君、はい、はい、ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。ソース派、醤油派。あ、いいね。確かに。これどうですか。いや、あなたですよ。笑ってないかい。笑ってない。ゼロポイント。山根さん、ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。母さん、母さん。どういうこと。何があったの。どういうことか。何があったんすか。オッケー。待って、オッケーなの。山根さん10ポイント。はい、シャンシャンの相方。町田さん、町田さん、町田さん、ノーゴム。違う違う違う、言ってる、言ってるから。ゼロポイント。これ言ってからだから。でも笑ってる、笑ってる。ダメ、ゼロポイント。ルールはダメです。ダメなの。ルールです。あ、ルールなの。あ、そうなの。大喜利ですから。めっちゃマネージャーめっちゃあかんって言ってる。ダメですね、ルールですもんね。あ、そうなんだ。はい、だからね、ルールを崩すのがお笑いなんでね。はい、はい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 、はい、佐伯さん、合コン全滅。はい、あの、まだ言うんで。はい、はい、はい、山田さん、ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。はい、あの、パースノーパン。これどうですか。これ結構好き。じゃあ、オッケー。オッケー。ヤンさん10ポイント。はい、カイ君。カイさん。ノーブラノーパンみたいなことを言ってください。あの、子供にさせたくないですね。はい、あの、ソープ街通ります。あ、俺好きなんや。そう、どうですか。ゼロポイント。お題変えます。変えます。変えてない。はい、変えましょうね。変えよう。あ、そう、いっぱいあるんだもんね。いっぱいありますよ、はい、どんどんいきましょう。じゃあ、ケイタくんいきましょう。はい、じゃあ1にしようかな。1番、はい、1番これですね。はい、はい、お願いします。いきますよ。はい、彼女にエロ本を見つかった時の言い訳。なるほど。はい、エロです。エロ好きやな。ヘルス街通ります。いいよ。はい、彼女にエロ本を見つかった時の言い訳をしてください。彼女にエロ本を見つかった。これは、これはだって見つける側ですもんね、早苗さんはこうなったら。そうですね。はい、これ、これ早苗さんだったら何て言うんですか。早苗が許すかどうか。あ、あ、すみません、すみません、あの、はい、ペン全然出ないんですよ。変えてください。ペンがあります。すみませんね。はい、こんなん見つけたらめっちゃ嫌だ。ペンが出ないのか、答えが出ないのか、どっちですか。あの、後者です。答えか。あ、はい、あります、あります。カイタさんじゃない、カイユータさん。はい、言いましょう、カイさん。彼女にエロ本が見つかった時の言い訳をしてください。
野球好きだし、オッケー許します。許します。ああ10ポイントはい、若菜さん、彼女にエロ本を見つかった時の言い訳をしてください。いや、お前との余興練習やで。いや、かぶってるかぶってる、ちょっとかぶってない。いや、かぶってはないですね。はい、さなえさんマイナス10ポイント罰ゲームありますよ。はい、ケイタさん、ケイタさん行きましょう。彼女にエロ本を見つかった時の言い訳をしてください。いや、これジャンプジャンプ、そんなわけないだろ。いや、面白い。10ポイント、ケイタくん10ポイント。1個目に来るやつ来た、はい、1個目のやつ来た。1個目しか出さないんで。じゃあ、じゃあ1個目しか出さない。はい、山田さん行きましょう。彼女にエロ本を見つかった時の言い訳をしてください、はい、エロじゃなくてエグチって読んでエロじゃなくてエグチ。オッケー、山田さん10ポイント。さあ、どんどんいきますよ。校舎の皆さん頑張ってください。後列の皆さん、シャンシャン、シャンシャン頑張ってよ。コンビ名無限って言って答え一つも出してないじゃん。無限なんだからさあ、お願いしますよ。若菜さん、あれ使わなかったんですね、さっき。あの、そう、あなたエロ NG って言って何でしょ。文字を言ってましたよ。エロ NG じゃないじゃん。こんなこっちゃん、間違えとった。何やってるんですか、はい、あの、出なければお題を変えるっていう。あ、行きます、行きますよ。次行きましょうか。じゃあお題変えます。え、じゃあ山根さん何番がいいか変えますか。ラッキーセブンの9、7だよ、その場合は。どっちどっちどっち。9で、9番ですね。9番が、あれ9番どこだ。じゃあ6を9にしちゃいます。6を9にする。はい、6を9にします。こうしたら一緒だから、はい、あ、またエロだ。またエロ、またエロ。あ、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。なるほど。かっこトロロ。はい、あ、言ってください。あ、なるほどね。あ、なるほどね。エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください、はい、例えばだから、あの、玉こんにゃくとかね。あ、はい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 、山田さん行きましょう、はい、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。佐伯さん、え、ちょちょちょ、山田さんって言ってるから。あ、山田さん、ごめんなさい、聞いてなかった。はい、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。万田久子いいですね。これどうですか。エロい。はい、10ポイント。はい、ケイタさん、はい、ケイタくん、え、どっち。はい、ケイタさん、はい、ケイタくん、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。クワガタ。それ言い方じゃん。エロエロい。10ポイント。はい、10ポイント、ケイタくん10ポイント。はい、佐伯さん、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。それなんかもう答え、声こぼってんだよな。オッケー。はい、若菜さん10ポイント。はい、はい、町田くん行きましょう。エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。あー、ソックスない。マイクどうなってんの。何よ、なんでマイク今観光したの。ソックスない。ちょっと、それマンダさん、そんなずるいよ。ずるい。オッケー、今ずるい。松田くん10ポイント。よし。はい、シャンシャン、はい、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。かわいい。いいですね。オッケー、10ポイント。シャンシャン10ポイント。カイくん、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。マンホール。あー、いいね。まあまあまあ、マンホールいいね。10ポイント、まあ、カイくん10ポイント。最後のお題いけそうですか。いけなかった。いや、もうあと30秒なんで、もうなんか今いける限りいきましょう。はいはいはい、はい、佐伯さん、はいはいはい、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。チンチン電車。ストレートすぎるだろ。ストレートすぎるよ。ドラえもん風に。オッケー。はい、10ポイント。若菜さん10ポイント。友情ポイント、友情ポイント。さあ、もう残り10秒ですよ。あー、早い。行きましょう。カイくん、カイくんラスト行きましょう、はいはいはい、エロくないけどエロく聞こえる言葉を言ってください。はい、僕から行きます。じゃあ、カイくんって言ってるから言ってください、どうぞ。きっとおし。奥多摩。いいね。はい、ということで大喜利後半戦、はい、よいしょー。みんな盛り上がってー。それでは、カイくん、分かった。カイくん、2,3,5,7,8 の中から選んでください。まだ続いてるから。あ、2,3,5,7,8。じゃあ、まあ、怖いんで、うん、8で。どういうことよ。はい、じゃあお題は、お題お願いします。はい、はい、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。あー、まあ、だからエロでもエロでじゃなくても、うん、エロじゃなくても大丈夫ですよ。ドキドキしながら、さあ、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。なるほどね。ちなみに早苗さんの部屋はどんな部屋なんですか。早苗もめっちゃ綺麗ですよ、今引っ越ししたてで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、早速、はい、おー、はい、じゃあ山田さん行きましょう、はい、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。徹子の部屋。あ、うまい。いい、これはいいですよ。これあと問題ねえわ。はい、ケイタ、はい、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋。いろんな匂いすんな。駄菓子屋。オッケー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 、なんかハマった。あ、10ポイント。ケイタ君、カイ君、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。チョコ長。ちょ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 、お前、お前、お前ちょっと、おい、
アホ面でなんとかするな。いいな。はい、どうすか。めちゃくちゃ受けてるから10ポイント。カイ君10ポイント。さあどんどん行きましょう。ドキドキ、はい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 、はい、佐伯さん、はい、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。ヘビの餌だらけ。わあ、やだねー。いやいや、そんなにやだ。ブブー。ブブーとかないですよ。大喜利にブブーないですから。メディーザ、メディーザ。山田さん行きましょう。ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。部屋がアワビみたいな形。いいですね。これはちょっとエロも入ってね。エロも入って、これはどうですか。アワビみたい。ブブー。ブブー。やだ。でもアワビみたい。ダメだ、これセクハラだ。やめよう。ダメ。危ねえ危ねえ。MC が公式でセクハラしそうだったから。さあどんどん行きますよ。はい、ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。いいですね。ちょっと早苗さんにお題行ってもらおうか。はい、はい、じゃあ若菜さん行きましょう。はい、どうぞ。ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。ひっくり返ったおもちゃ箱。お前だ。すいません、地元のホテルです。あ、これ地元のホテル入れたらどうですか。オッケー、10ポイント。20ポイント、20ポイント、20ポイント。若菜さん20ポイント。はい、山手さん。ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。 1DDDDK。 わかんない。ダイニングを。ダイニングを。オッケー、10ポイント。山手さん10ポイント。ケータ、ドキドキしながら、あ、ごめんなさい、言っちゃった。ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。半分トイレ。いや、やだな。なんだその右下のおむつみたいなやつ。これ入り口、入り口、入り口かい。これどうすか。オッケー。ケイタくん10ポイント。ちょっとダメだ、ケイタくんが今日で勘違いして大喜利強いと思っちゃう。嘘。面白い。いいですよ、どんどん行きましょう。ちょっと、うし、後列何やってんのよ。あなた、ちょっとあなた無限なんでしょ。一つもで、無限なんだ。なんでその辺の方から。じゃあ分かった分かった、お題を変えて、無限くんに選んでもらおう。あ、わかりましょう。ね、ちょっと最後に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 行きましょう、行きましょう、行きますね、行きますよ。はい、じゃあ若菜さん。ドキドキしながら彼女の部屋へ。どんな部屋だった。無限に地下通路。これはね、ごめんなさい、これはだから地下通路っていう絵ですよね。あの、モグラの通り道。いや、これだからこうして、こうしてそういうことってことじゃないですよね。まあ、そうですね。どっちですか。こうしてそういうことだったら、私が独断と偏見で20ポイントあげます。だからこれ際どいですね。これどっちですか。どういう意味ですか。ゼロポイント。あ、そういうことや。お腹変わりましたよね。変わりましたよね。え、これ何、これ何。いや、いいですよ。あ、さあ、もう無限くんがじゃあもう2、3、5、7でちょっとね、もう、うん、これは得、もうね、はい、答えてないから。無限かけたのに。いや、いいよ、それはいいんですよ。無限かけたのに。さあ、無限くん、どっち。どっちもいいよ、シャンシャン。何、一番汗、2、3、5、7。一番汗かいてる。なんで？なんで？何もしてないのに。はい、じゃあ選んで。じゃあ5番でお願いします。5番いきましょう。はい、はい、5番は、はい、おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。おじいちゃんおばあちゃんにだけ通じるエロあるある。難しいね。でもだから若い人は分からんけど、おじいちゃんおばあちゃんにこれ言ったら、あー、あるあるってこう盛り上がりそうだね。ええ、難しい。あ、でもね、はい、はいはい、山出さん行きましょう。はい、おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。布団の上でするよね。ベッドじゃない。ベッドじゃない。おじいちゃんおばあちゃんベッド知らないから。そうですね。20ポイント、うん、20ポイント。山出さん20ポイント。はい、はい、若菜さん行きましょう。おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。巣鴨の肉団子。だから何が。どういうこと。だから何。それだから、例えばこれだから金玉を見て巣鴨、あんま MC に言わせるな。金玉とか金玉を見て巣鴨の肉団子だったら分かるじゃないですか。やった、10ポイント。気に入った。何やねん。あー、来た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 。町田くん、はい、行きましょう。別に早い。違う違う違う、早い早い早い。お題言ってからね。本当ダメよ、あなた本当に。おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。ベッドに入る前に、中をする前におむつをまず脱がす。いいですね、いいですよ。オッケー、10ポイント。はい、町田くん10ポイント。いいですよ。町田くん頑張ったよ。あとシャンシャンよ。シャンシャンずっとさね、ここしか見てないですよ。シャンシャン何やってんの。うつむいてばっかいるから。はい、カイくん行きましょう。おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。つるって名前の人、つるつる。どういうことどういうこと。ゼロポイント。一番ダメじゃん。俺は好きだけど、鶴が多分ひらがななんちゃう。どういうこと。はい、はい、おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。
こたつの上のみかんってなんかちょうどいいよね。どこがエロいのよ。どこがエロいのこれ。これは10ポイント10ポイントなの。10ポイントこれ、こんな言い方ですけど、さなえさん簡単な女っすね。いやいや、簡単な女ですよ。はい、でも無限に何言っても大丈夫って言われてるんでこれ言ってるんですからね。はい、めちゃくちゃ難しいですね、ゴーギルって。そういやいや、でもあんま行きましょう。でもあとお題まだ2。シャンシャンはさ、答えて、あんた、あ、町田さん来ました、いきますよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんに通じるエロあるあるを教えてください。あら、あなた、また茶柱が立ったね。いいじゃないですか、これはいい、めっちゃいい。10ポイント、これはいい。さあ、お題変えます。はい、では誰に選ぶのでしょう。最後のお題があるんですよ。最後ですね、はい、はい、これいきましょう。はい、今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。なるほど、今夜もあなたを丸裸という番組に、まあこれですね、はい、にサブタイトルをつけてください。今夜もあなたを丸裸、ニョロニョロでなんとかですね。さなえさん、あのがっつり私にかぶってますよ。ごめんなさい、プロですよあなた。すいません、お願いしますね。ずっと言ってなかったですけど、あなた結構かぶってますから私に。お願いしますよ。ありがとうございます、勉強になります。今夜もあなたを丸裸にサブタイトルをつけてください。はい、略してこんまるです。山田さん行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。昨日の私は肌ジュバン。なんか好き、肌ジュバンいいっすね。着てたんだよね。着てたんでしょうね。いいですね。じゃあ10ポイント、山田さん10ポイント。あ、町田さん攻めてきますね。行きましょう。いいよ。今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。汗をかくなら文字を書け。うまい、自分と書けて。いいですね、自分と書けてね。ね、汗かいてるのに文字書いてなかったから。さあ、これどうですか。10ポイント10ポイント。おい、シャンシャンはシャンシャンだけに、シャンシャンはシャンシャンだけに客寄せパンダになっとるぞお前。なんか言わない、なんか言わない、なんか言わない、頼むぞ。もう1分20秒しかない、ね、真面目って聞いてるんで、あのちょっと攻めると、あとこれ。さあ、もうこのままじゃ本当に。あ、本当だ。これどうですか。はい、じゃあ山田さん行きましょう。はい、今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。さよなら、佐伯若菜。さあ、受けた受けた。どう、そうですね、はい、10ポイント。マネージャーが出したから10ポイント。あの、制作側が丸って言ってるんで、20ポイントです、これは。待てー。さあ、ラスト、もうラスト、挽回しよう、挽回。ラストっすよ、はい、もう行ける人だけ行きましょう。ケイタさん行けそうですか。ケイタ君行きましょう。ケイタさん、今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。カムバック佐伯若菜。おー、帰ってきた。これは OK。 10ポイント。これいいんじゃないですか、帰ってきたから。これ20ポイントでいいんじゃないですか。20ポイント。ケイタ君20ポイント。ありがとうございます。はい、もうラストラストラスト。もう罰ゲームの人言わなきゃいけないから、ラスト、カイ君。今夜もあなたを丸裸、こんまるにサブタイトルをつけるなら。あれ、SM の衣装ってより峰不二子だったよね。確かに。今日の感想も含めていいじゃないですか。これは何ポイント。30ポイント。終了。ということで、罰ゲームもうこれだけいって、はい、どうなりました。はい、罰ゲームは、はい、この丸の方ですね。少ない人、無限さんです。はい。でしょうね。はい、ということで無限さんには後日罰ゲームを受けてもらいます。はい、はい、はい、ありがとうございました。あっという間だった。いや、もう早かったですね、本当に。やっぱ大喜利ですごい汗がすごいんですよ。脇汗気にしてたよ。脇汗やばい、やばい。めっちゃ気にやばくて、芸人さんたちがいかにもう普段鍛えられてるかって、もう本当にね、勉強になりました。本当に、ありがとうございます。早速、楽しかった。はい、では皆様にあの感想、今日の感想を無限さん最後にします。そうですね、あの鳥でいいこと言ってもらおうかなって思って。とことんね。はい、はい、じゃあカイさんから時計回りに行きます。なるほどね。よろしくお願いします。いや、本当にありがとうございました。はい、告知とかもあればぜひ。告知、あの僕野球やってるんですけど、あのクーニンズ、クーニンさんとこの前対戦しました。すごい。あの僕は同期に小畑のお兄さんといるんですけど、イギリスのモノマネやってるが、彼が監督になって、僕はキャプテンやってるチームがありました。それ YouTube で配信してるんですね。あの、見ました。ガッチンと。あ、見ました。検索していただけば、ね、はい、僕エースでキャプテンやってるんで、へ、一ボケもせずに野球やってるんで、もしよかったら見てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの、大江豊がキャプテンのチームっていうことですね。あ、そうです。じゃあ山出さん。はい、楽しかったです。
言えばいいじゃないですか。かっこいい。パラ大喜利やってる。パラ大喜利やってる。じゃあ、パラ使え、使え。言えばよかったな。技術。僕この5月7日にあのモノマネグランプリっていう日本テレビのモノマネ番組出てますんで、はい、見てください。見ます。5月7日ですね。5月7日火曜日。はい。はい。ジョハジョハ。では、うん、アゲインさん。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと僕は MC やってたんで、ケイタ君が多分感想あると思う。まあそうですね、感想は、はい、楽しかった。手に書くな。すごい。見えないだろ。すみません。ここに書いてる感じだけ出して、いい相方でしょ。すみません。はい、いっぱいライブも出てるんで、はい、あのインスタとツイッターやってるんで、ぜひアゲインで検索して。やってるんですか？5月の11日に NHKBS の、はい、チャリダーという自転車の番組にちょっと出させていただいてますんで、はい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。では来ましたよ。あと26分最後に。はい。あ、じゃあ私たち無限ですね。はい。僕たちの感想はまあこれですね。はい。楽しかった。いや。俺に書くな。最後の最後に滑んなよ。なるほど。いいよ。まあ皆さん。なんで俺に書くの。俺喋ってねえし。ありがとうございました。俺に書け。ありがとう。あと6秒よ。ありがとうございます。閉めて。今夜もあとは丸裸を見てください。ご視聴ありがとうございました。